久保さん。まあ、昨日弟子すごかったですね。結果が。で、今回ね、3年続けた人の結末とかにしましょうか。今日の朝起きたらね、報告いただいておりまして、あの、ルノワールですよ。3年前で、3年前か、東京のルノワールでね、無料コンサルみたいな、ね、企画やったんですよ。で、その時に、えー、まあ、あのー、主婦、 の方あ,、えー、あれですね。あ、そう。旦那さんが亡くなっちゃったんですよ。で、旦那さんが亡くなって一人でね、子育てされてる方がいて、で、まあ、その子供の進学に金かかるからとか、まあ、お金の問題ですよね。どうしたらいいかって言ってね。で、相談来ましたよ。で、動画やりましょうと。で、まあ、あのー、今、 まあその仕事でやっているね、えー、そのあ建設業で建設業で使っているあのソフト、何のソフトだか忘れちゃったんですけど、まあちょっとねそのジャンルマニアックだけど、あの、うん、マニアックだからこそ、うん、発信者いないから勝てますよと、ただマニアックなんで時間がかかると、3年ぐらいできますかとみたいな、ね、話をルノワールでしてたんですよ。でねあの メッセージいただきまして、ご無沙汰しております。えーえー、2月に YouTube チャンネルから集客のお話をさせていただきましたが、えー、今年最後にミラクルが発生したのでご報告です。あれから自分の、えー、座る範囲、えー、できる範囲でコツコツ作成して動画を、えー、月最低30本アップしていったところ、月に最低でも、最低でも15万の商品が1件から3件自動で売れていくようになりました。 それだけでも、息子の進学式になるので嬉しいのですが、ここに来て会社からビッグオファーをいただきました。吉谷さんに東京の近所のルノワールで動画をやったらどうですか ?3 年くらいかかるかもしれませんが、まさに予言ぴったりになりましたと。みたいなね、まン、あ、あの報告いただいたんですけど、すごいですね、自動で売れてるっていうね。<laughs> うん、そう。 いや、3年続けたかと。<laughs> うんいや、良かったっすねうん。だからまあ、僕はいろんなお客さん見てきて、まあ、久保さんも見てきてると思いますけど、まあ、続けた3年と続けなかった3年、これね、やっぱ差はね、もうめちゃめちゃつくでしょうね。うんまあ、 僕はいろんなお客さん見てきてラッキーだなと思うのがやっぱ常に反面教師なんですよねもうほとんどの人が、まあ、頑張りますっつってねやるや,やるやる詐欺撲滅運動キャンペーンみたいなの昔やったんですけどあの投資で騙されましたみたいなお客さんもこの前あの結構来たんですけど僕の騙されてる量がね多いんですよ多分久保さんも多いと思いますけど騙されてる量が やるやる詐欺に騙されてる量すげえ多いと思うんですよね。だから僕は学んでるんですよ、そこで。俺はやるぞと。うん。みんなやめていくし、みんなやんないし、あとやっぱ、うん、ちょっと言葉汚いかもしれないですけど、口だけなんですよ。うん。だから、口だけになりたくないなと思って、うん、僕はやるぞと。うん。なんかそういう。 常に反面教師を見てるんで、常に反面教師で学んでるから、なんかブレようがないというかね、僕は続けるっていう。うん、で、で、結果的に、じゃあ、本当に続けたお客さんはどうなったのかっていうと、やっぱ変わるわけですよ。それはそうですよね。それはそうですよ。ずっと続けてるんだから、変わりますよ。うん。まあ、これからちょっとワンツー動画撮ろうかなと思うんですけど、まあ、しいですね、これは。 まあ、弟子もそうですけども、やっぱあの、教えたことをね、こう、愚直にこう、うん、やってきた弟子は人生変わったし、うん、だから前、その、うん、昨日来た子じゃないですけども、1000万か、1000万あげた子もね、インスタで、凡人てって、みたいなハッシュタグつけてて、100人と電話しました、みたいなね、いまだにその、なんか、大事なところをね、やってくれてるっていうのは嬉しかったですし、 うん、まあほんとね原始的なんですよみんななんかすげえ魔法っていうかテクニカル的なすごく求めてる人が多いんですけどまあすげえ原始的で、うん、何が原始,的だ原始的かっていうと自分のうちなるものなんですよね、まあ、この億万長者合宿のテーマの一つでもあると思うんですけどうちあの手持ちのカードだったりとかうちから出るものっていう。 いや自分に打ち勝つってことです、ね、そうどれだけやっぱ自分に打ち勝つかっていうのが結構自分の人生において大事なのかなと思いますね。うん、久保さんの領域に久保さんはちょっと人と違う部分あるんで自分に勝つとかね、まあ、そういうのじゃないかもしれないけどでもうちから出るものがいっぱいあるからね、うん、多分でき,るできたと思いますしまあ今はちょっと違うかもしれないですけどね。うん 続けたからっつってね結果は続けたからって言ってね結果はねわかんないよ未来分かんないんだけども僕はその未来を見続けてきた人です <laughs> うんお客さんの視点からするとじゃあ続けたら本当に稼げるんですかっていう状況だと思いますけど僕は続けたお客さんを見てきたし報告もらうしうーん,うーん少なくても 続けてないお客さんは、えー、未だにノウハウコレクターです。もう少なくてももうこれはもう間違いないあのー、共通ポイントですね。続けてないお客さんは未だにノウハウコレクター、未だに稼げてない。言ってらっしゃい。